お疲れ様です、ナミさん。今回はですね、私ね、新しいテーマをちょっとね考えてるんですよ。それは日本の食が危ないってやつで、しまいには私もね農業家として参入しようかなと思ってるんですよ。つまり私が農家として野菜や米を作っていくっていう、まあそういった小作人になろうかなと思ってるんですよね。まあすぐにじゃないにしても、いずれしなければならないのかなと思います。まあその中でどうしても解決しないといけない問題ってのがあって、それがね肥料の問題なんですよ。日本の食料自給率って今ね 38% を切ってるんですよね。まあ、つまり食べ物が足りなくなってるんですよ。でなんでそれが賄えてるかっていうと、 60%70% は輸入してるからなんですよね。まあ、スーパーに行っても国産の商品が目立つようですけども、でも実際スーパーの商品のほとんどが輸入ってことにね、多くの方が気づいてないと思います。例えば野菜は確かに国産のものがありますよね。熊本産とか北海道産とかね、山梨産とかあると思うんですよ。だからそれに目を奪われてますけども、でも実際に調味料とかね、それからお肉とかお魚、ほとんど輸入です。魚が輸入ってのはびっくりするでしょ。でも魚の中でもその冷凍物とかね、あの塩缶って言うんですけども、塩物とか干物、乾き物とかっていうのはほとんど輸入なんですよね。サバっていうのがあるじゃないですか。サバみりんとかね、サバ塩とかね、冷凍ケースで売ってると思いますけども、これもねほとんどが輸入品です。まあカニなんてのはね、ほとんどロシア産しかないっていうふうに言われてますけども、いや本当に輸入に頼ってるんですよね。お肉なんてアメリカとかオーストラリアとか、鶏肉なんてブラジル産でしょ。国産ってほとんどないんですよ。で国産に関してもですよ、動物たちの食べる、飼育されている飼料ですよね、食べ物、これ 100% 輸入品なんですよ。100%。 野菜はどうですかと、ホームセンターに行くと種の袋が家庭菜園用に売ってますよね。だからそれを庭で育てて国産だとか言ってますけども、種が輸入品なんですよ。イタリアとかね、まあ、ヨーロッパとか、それからウクライナのも多いです。チリとかもあります。とにかく種が日本では取れなくなってるんですよ。さらに種苗法って言って新しい法律ができて、自分の畑や庭で取れた作物の種がありますよね、それを植えると懲役10年なんですよ。こんなバカな法律がここ数年で通ったんですよね。でほとんどの人は知らないんですよ。私はこの法律だけは通さないでくれと思って令和新選組と一緒に応援してたんですけども、抵抗していたんですけど、通ってしまいました。どうなってんだと思いますよ。だって自分の庭で取れたね野菜の種を自分で植えたら懲役10年ですよ。農業できないじゃないかって話なんですよ。なんでこうなったかっていうと、外国の種を売らせるために一部の政治家が自分が儲けるためにね、キックバックを得るためにそれをやったんですよ。でその事実に多くの国民が気づかないから、抵抗する山本太郎さんとか令和新選組がなぜかね色物に見えてるんですよ。でも実際に日本の食文化を守ろうとしてるのはたった一部の令和新選組みたいな、まあ泡沫野党ですよね、人数の少ない野党。でも多くの人は自分たちにもおこぼれがあるから隠してるんですよ。多勢に無勢とは言いますけどもね、この国にこんだけ敵がいるとは思いませんでした。でさらに肥料の中には大きく分けて3種類の肥料があるんですけども、その窒素型の肥料っていうのはね、もうすでになくなってます。これも深刻なんですけども、さらに深刻なのはリン酸型の肥料なんですよ。でしょ、ここまで詳しくなってるわけですよ。リン酸型の肥料なんて聞いたことないでしょ。でもリン酸型の肥料がもうすぐなくなってしまって、もう飼料、肥料ですらこの国では作れなくなってしまう。つまり野菜がこの国で育たなくなるんですよ。さらには九州なんですけども、あと3年すると農家の方が大量に辞めていくんですよ。今の農家の人の平均年齢73歳なんですよ。もう定年退職しないといけない、ヘトヘトですよね。だって70代っていうとだんだん病気が深刻になって働けないし、もうね、仕事も辞めないといけない年齢でしょ。でも自分たちの畑買ってくださるお客様のためにやってるんですよ。さすがにでもね、これから10年経つと農家の方いなくなりますよ。今はなんとかそれでも食料自給率、形だけでも 38% ですけども、これが例えば実質 10% を切る時代がもうそこまでやってきてるわけですよ。はっきり言って今から何かをやっても手遅れかもしれません。でも30年間食べ物を余らしてきて食に無関心で、昼になれば当たり前のように昼ご飯が食べれてね、夜になったら当たり前のように夕ご飯が食べれて、深夜でもコンビニに行けば弁当が並んでいて廃棄されてるっていうのをため息とともにね
まあでも日本は豊かだよねって言ってた、そんなのんきな気持ちっていうのに一気に目が覚めましたね。でこれからはね、私はこの農業を救うためにももっともっと稼いで影響力もつけないといけないですし、その中でね、例えばカジノっていうものにトレンドが行ってるんだったら、カジノっていうものに集まった人に食の危険さを訴えかけていかないといけないなと思ってます。もうなりふり構わないって言葉がありますけども、何でもいいです。もうカジノだろうと何だろうと、自分の意にそぐわないことでも、そこに人が集まってるんだったら、とりあえずはそこに歩調を合わせることによって、最終的には食が危ないよっていうことをね、いろんな機会を捕まえてお知らせしていきたいなと思っております。ということでね、今後この食生活のピンチについてお話しする機会が増えると思いますけども、まあ関心の少ない方ばかりだと思いますが、どうやって興味を持っていただけるか、そこにね、今後の2024年からの情報発信活動に重点を置いていきたいかなっていうのが今の気持ちです。さあ、それでは今日もよろしくお願いします。